ぶつかってもエアバッグが開きません。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は12月の23日に鈴木さんのソリオからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただきましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはエアバッグを開くためのコンピューター。現代の車は事故を起こすとセンサーが衝撃を感知、コンピューターに情報が伝わってエアバッグに電気を流します。この電気を使ってエアバッグが開き、運転手を守るという仕組みになっています。しかし今回このコンピューターの回路部品に不具合があり、回路がショートを起こしてしまいます。当然そんな状態ではコンピューターがまともな指示を出すことができず、電源が壊れるような激しい事故を起こすとエアバッグに電気を流すことができなくなってしまいます。つまり事故を起こしても車に取り付けられている全てのエアバッグが開かず、運転席だけでなく助手席の分も開かなくなり、命に関わるので今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなコンピューターの交換ですね。対象車種は鈴木さんのソリオ、ワゴン R スマイル、アルト、ハスラー、そして OEM で松田さんから委託販売されたキャロル、フレアクロスウォーバー、同じく OEM で三菱さんのテリカ D2、2022年11月8日から2022年12月13日までに製造された 17,306 台と、部品交換に使われてどの車についたかわからない部品が6台の合わせて 17,312 台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。最後の製造車両から10日間でリコールが発表されています。かなり素早い対応なのですが、対象台数に間違いがあり追加届出がされています。急いで間違うくらいならしっかりと検証を行ってから発表を行ってもらいたいですね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はダイハツさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。